イマッスルです。本日ご紹介するのはこちらになります。 SH フィニアーツ魂ウェブ商店から商品が届きましたので、早速開封していきたいと思います。開封。はい、今回紹介するのは仮面ライダーセーバーより暗黒剣暗闇を使う闇の剣士、仮面ライダーカリバージャークドラゴンになります。パッケージめちゃめちゃかっこよくないですか。すごいね、ライオン戦記とかとも全然違いますよ。中が見えるのも最高なんですが、パッケージめちゃめちゃかっこいいでしょう。もう申し分ないですね。そしてカリバー自体がめちゃめちゃかっこいいですから。仮面ライダーカリバージャークドラゴン、横後ろ各ポージングかっこいいですね。そして暗黒剣暗闇が付属しております。暗黒剣暗闇を保持できる交換用のホルダーが付属し、抜刀必殺技ポーズを再現可能となっている。なるほど、これは興味深い。抜刀フォルムはこちらですかね。いや、めちゃめちゃかっこいいぞ。はじめカリバーって敵なのかな、どうなのかなとか、思うところもいろいろあったんですけども、役者が3人変わってるんですね。それがもうなんでしょうね、目が離せないというか、それぞれに歴史があって、3代目のカリバーケントですよね。もう主人公との、まあ、親友というか、素晴らしい位置にいるキャラクターですよね。いや、めっちゃかっこいい。そしてこちらの横ですね、かっこいいぞ。はい、そして正面。では早速カリバー開封していきたいと思います。こちらがカリバーですね。いや、めっちゃかっこいい。カリバーと暗黒剣暗闇と、あとハンドパーツですね。ワンダーライドブックですね。では早速開封していきたいと思います。こちらが仮面ライダーカリバージャークドラゴンになります。いや、まがまがしいですね。めちゃめちゃかっこいい。アップで見てみましょう。金メッキとシルバーと、あとはパープル、あとはこのまがまがしいドラゴン、この黒色ですね、ブラックが多く起用されているようですね。これはめちゃめちゃかっこいいぞ。仮面ライダーカリバーはもともとはソード部ロゴスに所属していたんですが、まあ、物語の始まりとして15年前に大いなる本の力を我が物にするために、当時の仮面ライダーカリバーの深見隼人が闇の剣士となり裏切ったお話になっております。そこからは先代の炎の剣士上条大地さんが闇の剣士になったりとか、上条大地さんに闇の剣で切られたケントがカリバーに変わったりなど、剣を受け継ぐ、まあそのアーサー王みたいな話なんでしょうかね。カリバー X カリバーってことですよね。内容もすごく面白いですよね。細かく見ていきましょう。こちら正面になります。顔の表情とかも素晴らしいですね。このメッキ塗装もちょっとキラキラしててですね、かっこいい。いや、ほんとかっこいい。横こんな感じですね。あー、後ろもいいですね。ジャークメイスケールは軟質パーツになっているのでかなり柔らかいです。こちらで固定されてますね。結構動きますね。取れちゃわないかなと思ったんですけども、しっかり固定されてますね。はい、こちらも側面です。かっこいいですね。で、可動部分につきましては、まず頭部パーツは結構ですね、とんがり硬いですね。あ、ここも硬い。全然、あ、硬い。あ、もう全部硬い。全部硬いんですが、素材がですね、若干全部違うのかな。あ、でもこの、ツンケン具合めっちゃいいですね。はい。で、胸部、腹部。ぐりぐり動きますね。
これもいいですね。マックスはどうだろう。あ、回転で回転できるまでは行く。胸の部分はここまでですね。ここまでがギリギリですね。腕パーツ動きますね。稼働できます。引っ張ることはできないか。動きますね。はい、回転もできるのでポージングも自由ですね。横はこんな感じです。はい、しっかり稼働できますね。ドラゴンの造形がついている方はドラゴンは動きますね。ドラゴンの造形は動きます。腕はここまでですね。イザナウゾみたいなねところまではいけます。後ろも同じくらいですね。ここまではいけます。横もこんな感じですね。ここがマックスかな。マックスですね。はい、曲がりは一緒くらいですね。90度までいけます。パーツ自体は固定されているようなので、これ取るのはちょっとできなさそうですね。背中から見るとこんな感じですね。だいたい同じくらいところまではいけますね。はい、こちらにワンダーライドブック、まあ惜しいですよね。まあプリントしないといけないですよね。まあ一手間かかっちゃうけど、まあ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 、はい、ワンダーライドブックつけるとこんな感じです。色同じだからあんまりわかんないですね。ちょっと色つけてもよかったのかなと思いますね。でもまあ全然いいでしょう。かっこいい脚部、こんな感じですね。はいはい、出てこんな感じですね。あ、かっこいい。竜の鱗みたいになってるんですね。へえ。関節を引き出して可動を拡大することもできますので、まあグイッと広げることができます。こちらも同様ですね。はい、グイッと両方ともグイッとできるので、それに対応したポーズが取れるというところですね。いや、めっちゃかっこいい。もちろん自立することもできます。そして武器もついております。暗黒剣、暗闇ですね。いいですね。結構かっこよく塗装されてると思いますね。はい、いい感じですね。あ、全然十分。後ろこんな感じですね。いいですね。いや、かっこいい。本当にかっこいいですね。早速カリバーに持たせてみたいと思います。ハンドパーツはこちらですね。では持たせてみたいと思います。こんな感じですね。ハンドパーツには固定ですかね、外れるパーツがありますので、こちらは外していきます。はい、こちらですね。外れましたのでくっつけていきたいと思います。こんな感じですね。上手にできました。はい、ありがとうございます。こんな感じですね。いや、めっちゃかっこいい。暗黒剣暗闇を持たせてみました。これもいいですね。いや、めちゃめちゃかっこいいですね。いや、かっこいい。ガトツみたいなポーズできちゃった。これかっこいいですね。剣のノート用のフォルダーもついてます。こちらですね。つけてみましょう。こちらのフォルダーを外します。そしてこちらですね。はい、接続口がこちらになりますので、ガシッとはめていきます。剣はスライドで保持していきます。いいですね。いや、めっちゃかっこいい。こんな感じで保持されている状況ですね。いいですね。うん、面白い。かっこいいですね。はい。すごいな。キエーって感じですね。ちょっと狂っちゃった感ありますね。ありがとうございます。はい、ポーズを取らせてみました。抜刀するイメージでしょうかね。いや、かっこいいですね。いや、めちゃめちゃかっこいい。なんかすごい絵になりますよね。いや、ほんとカリバーめちゃめちゃかっこいい。最初上条さんだった時にほうほうほうと思ったんですが、ケントになってからはよりカリバー好きになりましたね。いや、かっこいい。本当にかっこいいですね。で、明るさ足してみるとこんな感じですね。今これライト照らしてます。ライト照らすとこんな感じ。いや、いいですね。いや、めちゃめちゃかっこいい。いや、本当にいいですね。カリバーかっこいいな。はい、
今回は仮面ライダーカリバージャークドラゴンを開封してみました。いや、めちゃめちゃかっこいいですね。劇中でセイバーに対してこのようなシーンはないんですけれども、聖剣を封印していくんですね、カリバーは。その時のイメージを最後に出してみました。いや、ほんとめちゃめちゃかっこいい。セイバーとブレイズも開封したんですけど、カリバーはなんかちょっと違う、かっこいい。本当にテレビ放送も盛り上がってますので、そこも見逃せないですね。もうどんどん面白くなってきてる。本当にいいですね。また次回新しい仮面ライダー手元に届きましたらレビューしていきたいと思います。今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。